チャンネル登録、お願いします。こんにちは、伊藤まりなです。いろいろなニュースから、私の気になったことをピックアップして、その中で、ネット上で見つけた、いいなって思える意見を、まとめてみました。今回は、ムン大統領に感謝状を、についてです。暑い日が続きます。皆さん熱中症には気をつけましょうね。昨日帰ったら、冷凍庫に大量のカルピスバーの箱が入ってました。ママのメモには、白いものは無害なのでいくら食べても良いけど、少なくなったら買い足してね、って。ママ、まだ3度の伊達さんの理論信じてます。なら、ご飯も白い方がいいと思うマリナです。さて、こちらは白黒はっきりしてくれました。韓国のホワイト国女大、とうとう達成ということになりました。おめでとうございます。ムン大統領と、ラブリー日本、市長の皆様の思いへ、また一歩前進しましたよ。とうとう、あと一息で断交、いえ、断交、というところまでこぎつけました。日本政府の勇気を、奮い立たせてくれてありがとう。日本国民の眠れる愛国心を、目覚めさせてくれてありがとう。ありがとう。ムン大統領、ひとえにあなたのおかげでございます。そんなムン大統領に、ラブリー日本から感謝状を送りたいと思います。ムン・ジェイン殿、貴殿が政権を握り、それ以来進めてきた政策が、とうとう一つの形を持って姿を現すことになりました。反日、抗日、そして歴史の歪曲、日本経済により大きな被害が及ぶことを警告する、など素晴らしい脅しっぷりの数々で、様々な問題を提起し、日本に対する仇役を演じ貫いてくれたおかげで、様々なことが明るみになり、様々な現実が浮き彫りにされ、真実が見えるようになりました。韓国の北朝鮮やイランへの横流しを、たゆまぬ努力で、やり続けたおかげです。途中で止めていたら、世界が確信を持てなかったかもしれません。レーダー照射問題で、日本の国防に新たな目覚めを与えてくれました。できれば、ジーソミアもそちらから断っていただけると、さらに良いと思うのですが、そこはもう一息、頑張っていただくとして、慰安婦問題、旧朝鮮労働者問題、軍事再建、言い張り続けてくれたおかげで、外務省も財務省もその気になってくれました。これらに関わる日韓請求権協定の問題も、折れずに頑張ってくれました。イスンマン TV のような動画をあえて見逃し、日本人の心にさらなる自信と確信、という火を灯してくれました。実に巧みで、特筆すべき行いだと思います。日本の中で、寝とるよと言って虐げられていた人々も、自信を持って発言することができるようになりました。東北福島の水産物の禁輸措置も本当にありがとう。農水省まで怒らせていただいたおかげで、経産省も勇気とやる気を得て、輸出管理強化、そしてホワイト国除外まで、たどり着けたと思います。日本製品の不買運動も、ぜひ、国を挙げて強化してください。韓国側が、日本製品の輸入禁止措置まで行けば完璧です。日本への渡航禁止、日本からの入国禁止。まだまだ、やれることがあります。もう一頑張りです。そして、竹島の問題。旭日旗の問題。歴史を曲げてでも推し進めようと頑張った。徹底して進めた、朝鮮統一への野望を、成し遂げましょう。諦めない心を持って、見事にここまで持ってきました。これら日韓断交へ向けての成果を称え、ここに感謝の印として、感謝状を送ります。令和元年、8月2日。ラブリー日本、伊藤まりな。繰り返して言います。あと一息で断交というところまで来ました。お体には気をつけ、あなたにも降りかかりかねない、予期せぬ事態にも気をつけ。まだまだ、長く美味しいネタの提供継続をお願いいたします。日本も頑張りますよ。輸出管理強化の品目増やしていきますよ。大腸菌食品問題も、夏だ、再浮上だ。金融も動き出すぞ。やらぬならこっちからやるぞ、ビザ制限。私たちは海のこっち側から、応援していますからね。
こっちには誰も来させないでね。バイ、なら。やば、カルプスバー買ってこないと。一箱食べちゃった。伊藤マリナでした。皆さん、いろいろなご意見がありますよね。ご視聴ありがとうございました。伊藤マリナでした。また、お会いできるのを、楽しみにしています。チャンネル登録、お願いします。